ユーストリームの、ね、YouTube のマイクでございます。ということでございます。あとね、今日はのしばらくね、ちょっとこう復習を一回やってね、行くので、おそらく配置をちょっと変えますからね。まあ一回やったら、もしくは配置を変える。まあ、要するに俺がこう解いてるのを、こっちに移しながら、まあ二人の様子を見ると。という形でちょっと今日はしばらくやりますから、まずちょっと、復習をね、やっていきます。はい、ではね、これ喋るのは最後までという感じなので、ね、いつも喋ったら、簿記の目的が2つからという話をします。はい、じゃあ、簿記の目的2つね、これは何でしたっけ？もう大丈夫ですか？ピースを作る。もう一つか。ピエール、ソニケーションじゃない、まあ、この2つを作りましょうかっていう、ね、のが、まあ、僕の目的の2つ、しかしね、まあ、取引を、365日24時間ね、まあ、覚えてるわけがねということで、まあ、ある2種類のノートを作るという話でしたね。なんでちょっと仕分けちょっとそうなんでしょうね、コンビもできたね、うまいからね。で次、手話来て転機、手話来て転機をやろうと、ね、いうことで、資産負債、重産、収益表が動くようになったときにね、それだけを、まあ、仕分けをすると、で、転機をすると、ね、いうのが、いわゆる複式簿記っちゅうんですよ。だから複式簿記、単式じゃなくて、で、ここから、まあ、流動する形でね、流動する形で、まあ、PL と BS を期末作っていくということだったんですね。しかしね、人間がやる作業なんで、これ間違いがあるだろうと、ね、いうことで、ワンクッションをね、ここで、何とかっちゅう表を作りましょうかね。表を作る。はい、これ何表っすか？資産表ね。資産表、まあ要するに試しに作りましょうかっていうやつね。資産表をまあ作って、で、まあチェックをして、で、間違ってないかどうかチェックして、で、まあ、PL と BS を作っていくかっていうね、話になるということですね。で、前回のね、前半でね、前回の前半で、このね、仕分けの種類、この基礎の部分がね、もう終わったというとね。で、前回後半、ね、こちらの資産表のね、構造をやったと。構造ね。手話聞いて転機で拾うという構造でね、帳簿上の帳簿前の手続きをやったというね、そしてね、新たにこの図でちょっと当てはめていくとね、まあ、要するにここが帳簿上のお処理だっていうことですね、帳簿上で、こっちが帳簿外っていうことですね。じゃあって資産表とかね、 PL と BS も実は帳簿外ですから、帳簿外、こっち全部帳簿外、誤解をするというならば、いらん紙に書いておくということだよね。こっちはちゃんと残しとくと、だから丸で書いてあると、はい、これがまあ簿記のね、まあ、全体構造っていうことになりますね。で、今日はね、何をするかというと、こうやりますからね、こうね、ちょっと2本だけピックアップしてますから、ね、それを実際やっていきます、ね、で、やり方自体はこんな難しくないんでね、びっくりするような問題は出てきませんけどね。ただここはね、第3問対策の30点のところでね、とてもこう練習しないとダメなんで、とにかくもうこれはもう繰り返し、ね、部活のバレーやってましたっけ、はい、バレーってなんかない繰り返しやってます、ジャンプやらされた、うん、走り方サーブなんか出たから、まああれとしてはなんかやんねえと、野球だったらすぐにね、テニスもすぐにね、で、そういうことやんねんとね、まあ、なかなかちょっと身につかんと、ね、いうことでね、ここはもうしっかりと練習してもらいたいというところですね。まあ、合否に直結するかな、ここは、うん、で、今日は一番最後にやろうと思うんでね、過去問をちょっと用意しましたからね、今日はね、実際ちょっと第3問の過去問の方も少し見てみますから、ね、で、こういう練習をしといてくれっていうことを言いますから、今日だから、これからまだ1ヶ月以上あるよね、もしくはね、1ヶ月以上あるんで、まあ、今のうちにちょっとやっといてほしいことがあるんで、
まだ解けませんよ、過去もね。まだ全部解けないんだけど、こういう素振りをやっといてくれ、練習をやっといてくれってことは言えるんで ね、それだけちょっと、ね、今日は一番最後に、まあ、やろうかなと、ね、いうふうに言っております。はい、じゃあね、大体の説明が終わったところでね、早速ちょっとあのカメラ配置会社ですから、カメラ配置をね、一旦ちょっとカメラ止めますから、配置会を一回しましょう。はい、じゃあちょっとストップします。